ハンス・ショル、君たちが違うことを考えていると、行動によって証明するのだ。ハンス・ショルは、白ラ抵抗運動のメンバーの一人。非暴力によって、ナチス・ドイツに抵抗するも、国家反逆罪により、民族裁判所で、妹のゾフィー・ショル、クリストフ・プロ・オプストと共に、死刑判決を受け、残死刑によって処刑された。ハンスは、1918年にホルヒテンベルクの市長で、 ある父ローベルト、母マクダネーレの5人兄弟の2番目の子供として、クライルスハイムで生まれた。ハンスの場合、ゾフィーとは異なり、当初はヒトラーユーゲントに対して見せられ、リベラリストである父ローベルトと激しく対立した。父ローベルトは、ナチスは、ワイマール共和国の政情の不安定を利用し、愛国心と国家主義を恋に混同せしめて、 先導したことで政権を獲得したに過ぎないと判断したのに対し、ハンスは失業者が減り、経済も上昇しているのはナチスの軍需産業によるところであるとして断固ナチスを支持した。そして、ハンスは姉のインゲラ兄弟らをヒトラーユーゲントへ加入させるのに成功した。ヒトラーユーゲントに入ったハンスは入団当初は新しい時代の担い手の一人なのだとして、高揚感があった。 1936年のニュルンベルクで毎年開催されるナチス党大会に代表の一人として旗を掲げ、更新することが許された。しかし、そこでナチの旗による派手派手しいアピールや親衛大羅の更新、繰り返されるシュプレヒコールによってヒトラーユーゲントにディネも抱くようになった。また、ロシア民謡やノルウェー民謡型民族の民謡、特にロシアの場合には、 共産主義ソ連の歌謡であるとして禁止されたこと、また、ドイツ人であっても、ユダヤ人の死であるハイネの死を禁じられたことにも、疑念を抱くようになった。そして、ハリ十字のナチスの旗に代わる、中隊独自の旗を作成した際に、上級指導者にその旗を取り上げられそうになり、それに対して、中隊のメンバーが抗議をしたためそれに合わせる形で、上級指導者とつかみ合いとなり、ハンスは、 ヒトラーユーゲントから離反することとなった。ヒトラーユーゲントから離れたハンスは DJ1.11 というナチスドイツのやり方についていけない青少年団体が密かに結成した組織に参加した。その回ではヒトラーユーゲントと異なりヒッチハイクでスウェーデン、フィンランド、シチリアなどに旅行したほかキャンプでジプシーのメロディ、スカンジナビア、ロシアの歌など ナチスドイツで禁じられた歌を歌ったり、ナチスによって禁止された本なども読んだりした。この活動に対する取り締まりが1937年に行われ、兄弟のインゲ、ゾフィー、ベルナーが拘束された。ハンスは軍隊に入っていたために一時的に拘束を免れたもののシュトゥットガルト郊外過信したとで逮捕された。幸い中隊長の行為によって5週間後に、 解放されたものの、この事件はハンスに、ヒトラーへの態度は賛成か反対かしかないと考えさせるようになった。騎兵隊の軍部の後、1938年秋から、半年間テウービンゲンの衛生学校に入った後、1939年4月ミュンヘン、大学医学部に入学したものの、5月にフランス派遣軍の衛生隊に所属し、野戦病院で働き、10月に、 学生中隊に配属され、そこで後に白バラ抵抗運動の一員となるアレクサンダー・シュモレルと出会い、シュモレルと共に白バラ抵抗運動の最初の核を立ち上げることとなる。ありがとうございます。